9月21日、22日の2日間にわたり、YM ガッツ杯小学生交流ハンドボール大会が行われました。この大会は、ハンドボールの普及を図り、交流を深めることを目的として、周南市のハンドボールチーム、リトルガッツが主催しました。山口県内7チーム、県外3チームの計10チームが参加しました。山口銀行 YM ガッツ、周南市ハンドボール協会も講演し、運営をサポートしました。1試合13分のリーグ戦方式で戦い、子どもたちは一生懸命ボールを追いかけ、プレーを楽しんでいました。やっぱりこう同じハンドボールをやってるこう選手として、見てても小学生が頑張ってる姿はすごく刺激を受けますし、こう一人でも多くこうハンドボールを続けてくれたら嬉しいなという思いで運営に携わっております。YM ガッツにも下松屋周南市岩国市の小学生チームをこう卒業してガッツに入団した選手もたくさんいるので、そういうふうにこう将来長くハンドボールを続けてくれたらいいなと思いますし、同じこうハンドボール選手として一緒に頑張っていけたらいいなというふうに思ってます。大会2日目にはスポーツドクターと理学療法士によるストレッチ指導も行われたということです。